ああ、じゃあ無理でもない。全然無理じゃないです。ああ、マイキーはみんなの希望になります。僕がハロー。どうも。今日もマイキーさんが来てくれました。はい、ありがとうございます。一応マイキーさんが、はい、専門学校漫画の勉強とかしてましたですね、はい、専門学校に行ってどれくらいなんか習ったことが役に立ったという質問を聞きたいです。まあ半分以上は役に立ってると思います。あ、全く絵が描けない人として、なんか3年間経ってどれくらいうまくなれるんですか。年数というよりは本当にやったかやらないかなんで。そうですね、全然描けなかった方が普通に描けるようになったりも全然します。はい、結局描けなかったとか描けるようになった人も両方いるんです。います。初めから上手だったけど卒業する頃には全然描かなくなっちゃって。あ、そうなんだ。やめちゃう子もいるし、なんで自信、なんか他のみんながうまく、うん、うまくすぎてや諦めた。まあ、その辺はちょっとなんか10代の闇みたいなのがあるんですけどなんか漫画の仕事というか作業ってその自分でやらないといけないんですよ、決めて。あ、だから、いや、甘えようと思ったらどれだけでも甘えれるんで、例えば、31ページのネームっていうのを切ろうと思って、一月で切ろうと思ってても、うん、あ、切れなかった、来月伸ばそう、やっぱ来月伸ばそうってやっていけばどんどん伸びるんですよね。なるほど、そうですね。スケジューリングとかそういうところもうまくならないと、まあ、そうですね、漫画の世界に入っても、うん、気持ちのコントロールみたいなやつ。友達だけどみんなも漫画描く人たちだから、上手い人がいたら、うん、うわ上手いって思ってちょっとへこんじゃう人もいるだろうし。あ、そうですね、そういうのもあるんで、ちょっと結構自分の心をコントロールするのが大変ではあるかなって感じです。でも一般的に書けない人が専門学校に行ってちゃんと書き方とか教えてもらえるんですか。はいはいはい、もらえます。先生たちが、やっぱプロの先生たちがおられるので、基本的には。なんでちゃんと授業を受けてちゃんと学び取っていけば、書ける、人の一人は全然書けるようになると思います。もし外国人が日本に来て、はい、まあ、授業は もちろん全部日本語ですね。そうですね、はい、そう英語で教えてるところあるかな。まあ、いいよ、僕の行ってた時は分かんない、いないと思いますね。専門学校行った時に外国人とか外国の人が一人入ってきたりはしてましたけどね。ただまあ結構そのやっぱ日本語全部日本語なんで覚えるのも大変だし、そのニュアンスを理解するのも大変だと思う。なるほど、結構ハードかな。3年間経って専門学校行って必ず仕事ができるんですか。はいはい、いや必ずではないですけど、逆に在学中にプロデビューする人もいるし、アシさんとも行き始める子もいるんで、そこはなんか関係ないかな、年数はって感じ。なるほど。卒業後もずっとなんか地道に自分でやってて、何年も経ってやっとデビューする人もいるし。じゃあ途中でなんか連載されてる人、特になんで絵が上手かったからとか、まあ、やる気がいっぱいあったからとか、何が一番成功かな。そんな単純だといいんですけどねいや運が、運結構いると思って、担当さんの運とか雑誌の例えば今新人をすごく求めてたりとか、うん、そういうところにちょうどハマる場合は結構ポンっていっちゃうんですけど。なるほど。タイミング悪いとなかなか。じゃあパーセントにすると、なんか何パーセントは運、何パーセントがテクニック。半々ぐらいですかね。じゃあすごいうまくかけても、はい、運も良くないと難しいですね。そうですね、絵がうまいかどうかっていうのは、まあ、一瞬見ただけで絵のうまさは分かるんでキャッチーですけど、うん、でも絵は個性的じゃない限りは基本的に練習すれば描けばうまくなっていくんで、どっちかっていうとお話作りの方。じゃあ練習すれば必ず、まあ、描けるようになる。はい、それが絵は全然描けるし漫画も描けるようになると思いますし、まあこれ僕が思ってるだけですけど、漫画家までは努力でなれると思います。海外の学校だと美術を勉強しても結局描けないことが多いですね。美術の学校に行ってただ漫画描いちゃダメって言われて、結局なんかうまく好きなところにうまくなれなかった。いや漫画、まあ、美術も僕ら漫画コースに行ってたんですけど専門学校の時に、うん、でもデッサンとかもやりましたし一応、うん、だまあ全く参考にならないことはないんですけど、漫画がやりたいけど専門学校に行くんだったらやっぱ漫画の専門学校に行かないと、うん、
漫画自体はでも独学でもできると思うんですけど、うん、じゃあ漫画の専門学校に行っても必ずなんか解剖学とかやらなきゃいけない。解剖学、ま、すごい細かくじゃなくて、はい、まあ、ある程度いろいろやりますし経験も積みますよ。卒業した後に先生もしたんですよ。あ、同じ学校で、はい、あそこ卒業してその学校の先生になった。はい、すごい。まあ、それは単純に人が足りなくてちょっと手伝ってくれっていう感じだったんで、あの正規の先生の補佐みたいなアスタントみたいなのをしてたんで。必ずそれいい経験になるでしょうね。まあいろいろ勉強になりました。でまあその要は自分が生徒だったんだけど次は先生になって生徒たちを見るみたいな感じになって、うん、まあ。その教えないといけないから自分が覚えたことを伝えないといけないんで、ってなると僕がまた勉強になるんですよ。もう一回自分がおさらいするんで。そうですね。それはすごい勉強になったなと思ったんですけど、そうして見てるとやっぱりこう漫画家になるの大変なんだなっていうのよく分かりました、ね、そうですね。学校に行っても行かなくても多分難しいですね。そうですね、まあ、あの全く本当に手がかりがない、漫画家になるための手がかりがない人は専門学校に行っても全然いいと思いますし、うん、ただ独学でやるとなると結構まあ情報をちゃんと集めないといけなかったりとか自分で動かないといけないんで、うん、専門学校は行けば教えてくれるんですけど、うん、だそういうところでどうするか決めればいいかなと思います。海外で、はい、映画を作る学校とかコミックとか、まあ、こういうコースがいっぱいあるけど、うん、特になんかいい学校に入ってその漫画業界とかに働いている人が会えてなんか仕事ができやすいというかそういうことはあまりないですか。そうですね、専門学校とか関係なく、あ、単純にこの業界に入ってきて、うん、知り合いが増えての方がいいかなって感じですね。なんか専門学校に入らないでどれくらい漫画業界に入るのが難しいですか。いや難しくは日本の場合はその雑誌に例えばアスタントの募集欄とかがあるので、 あとネットでも募集してたりするんで、それに応募して合格できればアスタントとして働けるので、まあ、そこに一回行ってしまえば先生とか他のアスタントさんと仲間というかそのコミュニティに入れるから。じゃ応募するときに何を出すんですか。自分の書いた背景とか、うん、その応募のときにちゃんと応募の要項があるので、それでまあ背景何点とかキャラクターの絵何点とかみたいなのを出して OK だったらみたいなのがまあスタンダードかなって感じです。じゃあ例えばどれくらいが必要ですか、はい、背景は3枚とかキャラクターは3枚とかペン入れそれか下書きとか何が、その会社でアスタント募集みたいなのではなくて作家さんがいないから作家さんのところに募集なんで、例えばその自然物の多い背景、うん、木とか森とかが多い背景のとこだったら自然物の背景っていう指定があるし、あの現代劇だったらあのビルとか建物の背景を送ってくれっていうのもあるしおって感じなんで、その作家さんによりますね募集が。なるほどなるほど。作家さんが分からないですね学校に行ったかどうか。なんか学歴多分送らない。いやでも学歴はあんま関係ない、ね、関係ないですね、はい、なるほど。行ってても行ってなくても漫画家さん側からしたらどっちでも書ければいいんで、専門学校に行くか行かないかは自分で動いて情報を掴んでいけるか、うん、教えてもらった方がいいか。あーなるほど。そうですね、初め僕らは専門学校で先生をしてる時に、うん、生徒を見てても、うん、全然書かない子がいたりしても途中で一回書いて面白いと思ったらバンバン書き始めたりする子が出てくるんですよ。あだから今は能動的じゃなくてもちょっと触れて楽しかったら能動的になる子もいるので、あんま決めつけて考えなくてもいいかな。うん、高いんですか専門学校。高いです。あ、まあ専門学校的には3年生とか2年生とかあるんですけど、うん、学校のことを考えて普通に自分で1年間学んでそれで全部できるだけ吸収してもやめるとかでも別にいいと思うし。そうなんですか。あの僕も専門学校を卒業したんですけど、うん、で卒業証書をもらって、うん、それなんかなんだっけな漫画専門誌みたいなのがあるんですよ肩書きが、うん、でもそれは別に何にもないんでほぼなるほど。今日から俺がスーパーヒーローと言っても同じなんで変わらないから、まあ、もちろん3年間ちゃんとやってこなちゃんとできたっていう証明ではあるから別にいいんですけど、うん、逆にその18歳で高校卒業して入学した人じゃなくて社会人に1回なって、うん、例えば20歳過ぎてから専門学校にやっぱ漫画ちょっと勉強したいって来る人とかは逆に自分で学費貯めて2年間だけ学んでその間にできるだけ吸収してやめるっていうスタイルでもいるっちゃいるんで、
いろんな人が自分の国で大学卒業して、はい、だからもう3年間もう経った、はい、また3年間コースに入るのが辛いと思ってる人がいるかもしれないので、急いで全部勉強したい人はできるんですか？できると思います。授業はあくまで大人数に一緒に教える、うん、で進行のペースも一緒なんですけど、うん、授業じゃない時に先生のところにバッて行って、行けるんですか？行けます。あで、いいですね。方向したいんですけどどうしたらいいですかとか、いろんな質問ぶつけてバンバン吸収していけばいい話ではあると思う。それは素晴らしい。卒業して特にどこが一番なんか役に立った？僕はその時に知り合った人たちが一番良かったなって感じです。あ、友達とか先生とか、なんか、うん、技術的な部分は技術的なとこだけで言うと、専門学校に3年間行くよりアスタントに多分半年ぐらい行った方が断然力はつくんですけどでもまずはアシスタント的な仕事、なんか募集、はい、そうそうそう、なんか入らなきゃいけないから、そういろいろね、ノウハウを知って行動できることなんでなんか難しいんですけど、ただまあ今専門学校の時に知り合った先生、そのお世話になった先生とかもいるし、うんうん、あとその時から知り合いの友達とかもいて、その子たちも一緒に残ってて漫画業界で活躍してたりもするんで、うん、そういう人たちがいるのがすごいいいなと思います。交流も大事ですね。そうですね、やっぱ人間の仕事だから人間と交流せずにできる仕事ってないと僕は思うんで、専門学校に結局お金がなくていけない人は、はいはい、なんかどういう作戦が一番成長できるんですか？一番多分守らないといけないのはスケジュールかな。あ、そうなんだ。あ、だから、専門学校だとやっぱ課題として漫画描いてくるみたいな宿題が出たりもするから、うん、一応その他人からの縛りみたいなのが生まれるんですね、約束ごとみたいな、うん、だけど個人でやるときそれがないから、さっき言ったみたいに自分で好きなだけ時間を延ばせる。そうですね。で、例えば僕らの専門学校行ってる頃の感じだと1月半で31ページぐらいの作品を1つ上げる、仕上げるみたいなのをやって、年間何本できるかっていうのを一応目標にして、でやるんですよね。出版社に出したりすると、まあ出版社で賞を取れたりとかしたり、いい賞を取れたらそのパーティーに呼んでもらったりもできるんで、その時まあ編集さんと話して、あ、さんと行きたいですっていう話をしてみたりすればまあいいかなっていう。アシスタントとして仕事をやるか、はい、いきなり出版社自分の漫画を出すの、何かどっちがいいと思いますか？あ、いや、自分がどうしたいかによるかなと思いますね。その漫画なんか必ずアシスタントの仕事をした方がいいとかあまりないですか？あ、いや、ないですね。漫画家にそのまま、その漫画家になりたい人であったらそのまま漫画家になれるんだったらそれでいいと思いますし、ただ単純にまあアスタントを経験すると結局アスタントを使う側になるわけだから、漫画家になったらそのアスタントの扱い方みたいなのは勉強できるんで。そうですね。急に漫画家になっちゃうとアスタントの使い方わかんないからっていうので結構手探りになっちゃうと思う。お家に来てもらって 何を やらせるかわからない。そうそう。まあ僕の知ってる作家さんだと初めて漫画家になったんだけどアスタントどう使っていいかわかんないから相談しながらやったとかもあるし、でやり方さえわかってれば、まあある程度何でもできるんで。はい、じゃあ最後に、学校に行っても行かなくてもどれくらい難しい？漫画家になるのかってことですか？まあ、漫画家になるっていうか、絵を描ける仕事とか。確か僕のクラスが30名ぐらい行ったのかなと思うんですけど、中で残ってるのは2人か3人ぐらい。へえ。でも結局私大学で音楽を勉強して、はい、多分音楽と関係ある仕事をやってる人は多分同じパーセントかな。そうそうそう。結局そのでもそれは残ってる人たちは才能とかじゃなくて続けてたんですよ。ああ、だから続ける才能が一番必要で、へえ。でその売れたとかすごいいい作品っていうレベルになのところで初めて才能とかがかかってくるんじゃないかなと思うんで、うん、まずは続ける、スケジューリングの行動と続けるやる気、はい、それが一番大事かな。そうですね。あとは結構多分そのストレスとかをうまく自分で発散、じゃあ自分のメンタルを守って。そうそう。まあ漫画家とか漫画の世界に入るのは難しい。はい、難しくもないと思いますよ。ああ、じゃあ無理でもない。全然無理じゃないです。ああ、マイキーはみんなの希望になります。僕がありがとうございます。ありがとうございました。すごい勉強になりました。